自然の中で休むことが好きって人は多いと思いますが、ハイキング途中に出くわす蚊や野生動物、雨、寒かったり暑かったりと不便なことは好きじゃない人も多いかと思います。そういう旅人の負担を軽くするために現代的なテントはどのように変わったのでしょうか。テントサイル。イギリスのテントサイル社は軽量かつ機能的なハンモックテントフライトを開発しました。歩いて旅をする人でさえ持ち運べます。テント自体は 400g で、固定するためのロープを合わせて 2-3kg です。それでいながらテントは十分に広く、中に2人入れます。耐水性もあるので大雨が降ったとしても中は快適に過ごせます。フライトの設置は非常に簡単です。10分もあればできます。必要なのはテントを固定するための3本の木です。テントのドーム部分は強固なポリエステルの網でできていて、蚊に血を吸われずに済みます。トゥリーライングリーン。忘れられない旅行に出たいと思いませんか。2階建ての快適な家を持って、例えばこのカタツムリのような家、今ならできます。トゥリーライトグリーンアウトドア社から出たこの素晴らしい2階建てのテントは、車の屋根の上でうまく固定されます。大部分は屋根の上で設置され、一部分ははしご付きの小さい部屋が車のすぐ隣に設置されるようになっています。この2階部分へはスチール製の階段で上がります。これがちょうどテントの骨組みとしても機能しています。テントの外側は耐水性と耐光性があるポリエステルでできています。2階にはホームマットレスがある寝室があります。この寝室では天気や野生動物からの夜中の攻撃を心配せずに寝ることができます。スカイキャンプ。こちらも車の屋根部分を使うタイプのテントです。アイカンペル社の製品で非常に使いやすいです。テントそのものはまるでコンパクトな荷物のようで、小さい車であっても屋根に固定することができます。設置方法はまずはじめにケースの蓋を取ります。それが床の役割となります。その後はしごを引っ張り出し、それがテントの骨組みとなり、テントを最後まで広げることができます。つまりテントの設置はそんなに長く時間はかかりません。テントは大人と子供がそれぞれ2人ずつ、もしくは大人3人が収容可能です。テントの外部分はポリエステル、もしくは濃縮キャンバスでできています。どちらのタイプでも強い雨にも耐えられます。そして素晴らしいことに、テントの屋根には小さな窓がついていて、星を眺めることもできます。オレンジソーラーテント。カレイドスコープ社とオレンジコミュニケーション社により、夏に向けてオレンジソーラーテントという画期的なテントモデルが発表されました。その名の通り、モバイルデバイスを充電することができる4人用のテントです。このテントには1日中太陽エネルギーを貯められる太陽光発電がついています。バッテリーの充電のインディケーターを制御することにより、余分な電力はテントの照明として使用することができます。テントは太陽光を反射する特別な素材で作られているため、ちょうど良い温度を保つことができます。ロータスベル。もう少しシックなバージョンのテントもあります。もしキャンプをするのであれば、シックで素敵でないといけないと思いませんか。そう考えるオーストラリアのロータスベル社が、大きさと快適さだけではなく機能性も備えたテントを発表しました。5メートル級のテントには、野外音楽ライブのファンにも野外パーティー好きにも向いています。10個のフレキシブルなラックと複数のロープが外縁を引っ張っていることによって、このような円状のテントになります。もし風が強い場合は、引っ張りを少し弱くすることが推奨されています。そうすると
時速 72km の風速に耐えることができるのです。ポットテント、もし大人数でキャンプへ行くとしたら、実用的なテントについて考えないといけません。そんな時、複数のテントを連結させることができるモジュール式の構造テントがいいでしょう。 M2C イノベーション社はポットテントという自社製品を発表しました。テント同士をつなげることができ、思い通りの形状にすることができるマルチシートのテントです。8人用のマキシと4人用のミニの2つのタイプがあります。モジュール構造でトンネルのような廊下部分を足すことによって、テント同士をつなげ、お互いのテントを行き来することができます。もし自分だけのスペースが欲しければ、チャックを使い廊下から遮断することができます。マキシタイプは 20kg、 少々重量です。バブルテント、最近、創造的な家が好きな人たちを喜ばせるような新製品も出ました。バブルテントです。まるで泡のような形をした、快適かつ独創的でありながらも機能的なテントです。これは自然の中での時間の過ごし方を全く変えてしまいます。バブルテントの何が一体ユニークかと言いますと、まず最初にテントの直径は5メートルもあり、ダブルサイズベッドが優に入ります。次に、このテントはポリ塩化ビニールでできているので、頑強なだけではなく耐火性、耐水性、耐風性もあります。そしてなんといっても、このテントは基本的には3部屋構成になっています。というのは、中央に大きな透明のバブル型の部屋があり、2つの小さい寝室、そして横には別々の入り口があるのです。スペースステーション。もし経験豊富な旅人だったら、長旅の前はみっちり計画を立てて準備しないといけないことを知っていますね。最も重要なことの一つとして、キャンピングが挙げられます。このスペースステーションであれば、理想的なキャンピングができます。なぜなら、中は 26.3 立方メートルもあり、ドーム型のテントなので、風の影響を最小限に抑えてくれます。そして縁に沿って伸びているバスタブ部分が湿気が入るのを防いでくれます。この宇宙ステーションは二重チャック付きのドアが3つあり、出入りがしやすく、窓もあり、テント内に光が入りやすくなっています。15個のポールがあるため、強風にも耐えられます。しかし、最も面白いのは、この巨大なテントを通常のカバンの中に入れられるということです。シェルタポット。新しいテント兼サンシェードシェルタポットは、キャンピングカーをより一般的に、そして守りの面がより一層強化されたキャンピングカーの追加部分のようにして作られています。日よけの部分、ドーム状のテントの部分は、キャンピングカーの外部にシェルターとして設置でき、多目的に使えます。キャンピングカーとの間のスペースをサンシェードで覆えば、雨や日光から守ってくれます。もしドーム部分を畳めば、風から守ってくれます。同様に、寝るときは完全に閉められたテントとしても使うこともできます。考慮された折りたたみの設計により、大きな窓から外の素晴らしい様子を眺めることができます。テントは車に設置されます。つまり、キャンピングカーの横の壁部分に固定されます。シェルタポットは10から15分もあれば一人でも設置できます。ドームの位置が数段階選べるので、完全に閉じられたテント、または部分的に空いているテント、もしくは完全に空いていてアーチ型の屋根があるだけの状態のテントとしても楽しめます。今日はここまでです。夏はすぐそこ、旅行の季節です。有意義で安全な時間をお過ごしください。以前もクマから身を守る方法をお伝えしましたね。これでもう安心です。